青山346佐々木隆一は、日本の建築家。日本建築家協会会員。日本建築学会会員。英国王立建築家協会アソシエーツ会員。1970年東京都生まれ。1994年入りの移行家。大学建築学家。1995年コロンビア。大学大学院建築、計画。 保存学部建築学科修士課程終了。アシュムトとアーキテクチャー。クメ設計北上市文化交流センター桜ホールを担当を経て、現在は株式会社、佐々木設計事務所2018ショートリスト、2021。4作品ショートリスト、リーフショー2016、イギリス、ヨーロッパ主要建築家フォーラム国際インテリア部門、ショートリスト、 リーフ賞2017億2019万2020から2021集合住宅部門ショートリストドイツデザイン賞2018万2020受賞ドイツデザイン賞2016系2017兆2018億2019万2021特別賞アイコニックアワーズ201520162017 2018兆2019億2020万2021、アイ j ジャパンデザインアワード2007、2011、国際デザイン賞2016金賞、第48回、第50回グッドデザイン賞、ジア優秀建築戦2005、2007、第39回チューブ建築賞、第24回 SD レビュー2005、 第3回木質空間デザインコンテスト、日本建築学会学会選手2006、第46回、BCS 賞、JCD デザインアワードベスト100。2012、2014、2015、2016、DSA 日本空間デザイン賞2015、2016、入選、イブスキ市民会館整備、基本設計業務公募型プロポーザル優秀提案者、など、 代表作に、フロン、イガコンプレックス、マデリアデイズ五国寺、マデリアデイズ中信、ベース南青山、離れの宿よもぎや、青山346、ウォールクラウド、ベースギャラリー、ダイタ、マデリアブリュットかぐら坂、とどろきの集合住宅、シヒズム、発金プロジェクト、池上の音楽複合プロジェクトなどがある。日本のアメリカ文学者の大和田俊幸はいとこ。 佐々木隆一オフィシャルウェブサイト株式会社、佐々木設計事務所ウェブサイト千葉、大学工学部建築学科。ありがとうございます。